どうも、石川です。はい、これより登録販売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、関西広域連合の滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、徳島の2020年度の問101から問110までの過去問について解説を行っていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご確認いただければと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問101番です。はい、ここからですね、第5章に入ってきましたね。特に第5章、ここは関西広域連合、今回ちょっと難しかったかなというところもちょいちょいありましたので、なので、しっかりと確認していきましょう。はい、では101番。一般用医薬品の添付文書に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、答えは3番が正解となります。A は正解。いいでしょうか。改定された場所はですね、箇所が明示されるようにというところで、分かりやすいようにというところでは、これは正解ですね。そして B、添付文書には、医薬品の有効成分の名称及び分量は記載されているが、添加物として配合されている成分については記載されることはないということあるんですけど、これは誤りですよね。そうですよね。添加物についても記載されております。ただ、すべてを記載しなくちゃいけないかって言ったら、そうでもなかったりします。何かというと、商取引上機密に当たるようなものに関しては、その他の何個かの成分という形で省略することはできますので、ただ、まあ、そのところでは添加物、配合されているものに関しても記載されておりますので、B は誤りです。余りとなります。はい、そして C は、まあ、正解。そして D ですね。添付文書の内容は医薬品の有効性、安全性などに係る新たな知見、使用に係る情報に基づき、2年に1回定期的に改定されるようというわけではございません。これ何かというと、必要な内容がですね、改定された場合には必要に応じて随時改定されますので、D は誤りということで答えは3番が正解でした。はい。では次行きましょう。問102番です。ちょっと難しいかなと思います。ここの問題は。はい。では見ていきましょう。一般用医薬品の添付文書の注意事項に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい。こちら答え3番になります。A なんですが、こちら医師の治療を受けている人は、その人の自己判断で一般用医薬品を使用すると治療の妨げになることがあるためしてはいけないことの項目に記載がありますよというところなんですけど、これ何かというと、ここの自己判断で一般用医薬品を使用するとというところではないですね。処方された医薬品をの使用を、自己判断で中止したりとかする場合はですね、してはいけないことの項目とかに記載があったりしますので、自己判断で一般用医薬品というところが誤りとなりますので、A は×ですね。はい、そして B、相談することの項目に、妊娠または妊娠していると思われる人と記載されている医薬品は、人における具体的な悪影響が判明しているものに限定されていますよとあるんですけど、具体的なものが判明していなくても、記載されることがありますので、B は誤り。そして C と D は正解なので、3番が正解となりました。ちょっとこう、言い回し方が難しいので、A と B ちょっと気をつけておいていただきたいと思います。はい。では次行きましょう。問103番です。医薬品の添付文書の使用上の注意の記載において、高齢者とは何歳以上の目安としているか正しいものを一つ選べということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。65歳以上ですね。高齢者は65歳以上となるんですけど、これは第5章どこに書いたんですかというところで、確かにこの内容は詳しく出てくるのは、第1章の内容となりますので、なのでそのあたりもですね、しっかりと確認しておいていただきたいと思います。特に第5章はですね、他の章と関連することがよく出てきますので、第5章なかなか点数上がらないなという方はですね、ぜひぜひ他の1章、2章、3章、4章、のところをですね、もう一度こう、しっかりと勉強していただくと、5章だんだん点数上がっていきますので、ぜひ、くじけないで頑張ってくださいね。はい、では行きましょう。次行きます。問104番です。一般用医薬品の保管及び取扱所の注意に関する記述の正誤について、正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A 正解、それから B ですね。散剤は、変質しやすいため、冷蔵庫内に保管しなければならないよとあるんですけど、いや、
これ酸剤ではなく、例えばシロップ剤だったら冷蔵庫内で保管するんですけど、酸剤、粉薬ですね。酸剤に関しては、これは、湿度の差によって湿気を帯びてしまうことがあったりしますので、なので、そういったところではですね、気温とか、冷蔵庫内冷たいところで急に暖かくなると、出すと、コップとかペットボトルとかなんかこう汗かいたりしますので、なので、医薬品もこう汗かいてしまったりすると、その医薬品がですね、変質しちゃう可能性もありますから、なので、3剤は誤りとなりますので、B は誤りですね。そして C と D、正解となりますので、特にね、このあたりも気をつけていただきたいなと思います。はい、ということで答えは1番が正解となりました。では次行きましょう。105番です。一般用医薬品の使用期限に関する記述の正誤について正しい組み合わせを1つ選べということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。まず A なんですけど、すべての一般用医薬品について使用期限の法的な表示義務があるよというところなんですけど、これすべてというところが誤りですね。まずは、使用期限の法的な表示義務があるものは、3年を超えて製造及び品質が安定でないものは使用期限を書くんですけど、安定なものに関しては使用期限を書く必要はございませんでした。ただ流通管理の便宜上書いてあるものが多いですよということで、このあたりは第4章、それから第5章のところで、出てきますので、第4章は安定でないものに関しては使用期限書きましょうね。それから第5章に関しては安定なものは使用期限は書かなくてもいいですよというのが出てきておりますから、そのあたりもう一度テキストで確認をしておいてください。はい。ということで、A はこれすべてというところが誤りとなります。それから B、配置販売される医薬品は法の規定により配置期限の表示が義務付けられておりますよ、とあるんですけど、はい。こちらもですね、B、誤りですね。法の規定によりというところで配置期限の義務付けられているというところが誤りとなりますので、特にこれ、義務付けられているわけでも、これもございませんので、B は誤りです。それから C、未開封状態を問わず、冷蔵庫内などの、冷暗所で、保管された場合に品質が保持される期間ですよと言ってるんですけど、使用期限はそんなことはありません。これ未開封状態を問わずというところ、あとは冷蔵庫内で保管もダメですね。なので、未開封状態じゃないとダメですね。未開封状態で、冷蔵庫内とか、それはまたね、湿気を帯びちゃいますからダメですから。なので、そういったところですね、保管する場所はですね、しっかりとこう冷蔵庫内じゃなくて通常のところで直射日光に当たらないとかね、そういった条件は必要になってきますし、そして未開封状態なんだなというところで、この使用期限というものになりますので、 C は誤り。そして D ですね。添付文書には開封時の使用期限として消費期限が記載されておりますよということで、これ記載されておりませんので、これも D 誤りとなります。はい。ということで、このあたりももう一度テキストで確認しておきましょう。はい。ということで、105番は、5番が正解となりました。では次行きましょう。問106番です。厚生労働省が医薬品、医療機器等による重要な副作用、不具合等に関する情報を取りまとめ、広く医薬関係者向けに情報提供を行っているものを一つ選べということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。医薬品医療費と安全性情報というものですね。はい、こちらが厚生労働省がまとめて、医薬関係者に、ね、配布しているものになりますので、このあたりもですね、必ず確認しておいていただきたいと思います。はい、ちなみに1番、2番の緊急安全性情報、安全性速報に関しては、これは、その製品を作っているメーカーさんが出すものとなりますので、このあたりも気をつけておいていただきたいと思います。はい、では次行きましょう。問107番です。法の副作用などの報告の規定に基づき、医薬品の製造販売業者がその製造販売した医薬品について行う副作用症例の報告期限に関する記述について、括弧の中に入れるべき軸の正しい組み合わせを一つ選べ。なんか長いですね。読んでるともうよくわかんなくなっちゃいますよね。はい。なので、まずはここで言いたいこととしては、副作用の報告ですね。
法の副作用などの報告の規定に基づきと言ってるので、副作用の報告に関して、医薬品の製造販売業者ですね、医薬品の製造販売業者が、その報告期限に関するところで正しいのは どれでしょうかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、ということで、ちょっと前にも書いてみました、副作用の報告ですね、副作用の報告に関しては医薬関係者からなのか、それとも医薬品の製造販売業者なのかによってちょっと違います。医薬関係者からの副作用の報告は基本的に速やかに報告してくださいねってなるんですけど、ただ今回は医薬品の製造販売業者って言ってますので、要はメーカーさんからの副作用の報告です。その場合は15日以内、30日以内、それから定期報告というものがありますので、この3種類をしっかりと抑えなければなりません。じゃあここ最近では問題難しくなってきているので、どれが15日以内でしょうか、どれが30日以内でしょうか、どれが定期報告ですかというところがここまで聞かれるようになっております。なのでここまでしっかりと勉強しておかなくてはいけませんので、このあたりは別表のところに、手引き別表のところについております。あとはテキストとかでまとめられているものもあると思いますので、ぜひぜひそこのところでもう一度確認しておきましょう。はい、ということで今回ここでは15日以内、それから定期報告に関する内容が書かれておりますので、このあたりまずは間違えないように確認しておいてあげてください。はい、ということで問107は4番が正解となりました。では次行きましょう。問108番です。医薬品の再審査制度に関する記述について括弧内に言うべき軸の正しい組み合わせを選べということで、こちら答えは5番が正解となります。はい、再審査制度というものですね、お薬の副作用が、要はお薬がですね、世の中に出回った時に何か副作用だったりとか、その作用だったりとか、そういった医薬品情報とかをいろいろどんどん試験したりとか収集したりしておりますので、そういったところである一定期間をしたところで、再審査という、制度を設けて、そこでもう一回お薬について調べていこうねというものがこの再審査制度というものになっております。はい、でそこに当てはまるところとしては5番の内容が正解となりますので、ぜひぜひここも今一度確認をしておいてあげてください。はい、では次行きましょう。問109番です。薬局買い出者などに義務付けられている医薬品の副作用など報告において、副作用等報告において、報告様式に記載する、患者情報の項目として誤っているものを一つ選べということで、誤っているのは1番が誤っております。患者氏名、患者さんのフルネーム、氏名は書いちゃダメです。何かというと患者さんのこれはイニシャルですね、書かなくてはいけませんので、このあたり十分に気をつけておきましょう。はい、よろしいでしょうか。イニシャルですね、大丈夫ですか。はい、であとは他はですね、こう書かなくちゃいけないような項目だったりしますけど、ただね、報告するときにはすべてね、これ記載する必要はなかったと思いますので、必要分かる範囲で構いませんよというところ、このあたりもですね、もう一度確認しておきましょうね。はい、ということで問109は1番が誤っているものとなります。はい、では最後ですね、問110番です。医薬品副作用被害救済制度の給付に関する記述の制度について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 A ですけど、給付請求は治療に当たった医師や調剤した、薬剤師も行うことができるようできません、給付請求やるのは本人またはその家族が行うようになりますので、 A は誤りですね、本人または家族となります。はい、それから B は正解、それから C ですね、救済給付業務に必要な経費のうち給付費については製造販売業者からの拠出金ですね、そうなんですよ、製造販売業者が毎年、この拠出金という形でお金を、払っております。で、国庫補助金によって賄われておりますよとあるんですけど、これは、事務費用の2分の1ですね。事務費用の2分の1が国の負担となりますので、それ以外は、メーカーさんからのですね、拠出金とかっていうものが必要になってきますから、このあたりも、費用はどこがどのぐらいなのかというところを必ず確認しておいてください。はい、ということで、D、
まあ、C はですね、誤りですね。そして D はこれは正解となりますので、4番が正解となりました。はい。ということで、一部ちょっと難しいところもありました。あとは、こう読んでてなんかよくわからなくなった場合にはですね、何のことに言ってんのかなというところを必ずですね、こうなんか印などをつけて、あ、今これのことについて言ってるんだなというところを確認しながらどんどん進めていただいて、行っていただきたいと思いますので、ぜひぜひこのあたりもですね、日本語難しいところ多くありますので、頑張っていきましょう。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ、LINE アートなどに登録していただきますと、試験情報だったりとか、あとは試験の質問、いろいろ問題の質問などもお受けしたいと思っておりますので、ぜひ、そのあたり、ご活用いただければと思います。ということで、本日も動画を見ていただきまして、ありがとうございました。